やっとパーニャさんが来たぜ、イエイイエイイエイ。それパーニャさん来たんで、わっしょいわっしょい。わっしょい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 。どうぞ、喜んでじゃないか。はい、どうも、アクです。お久しぶりでございます。今回はコールオブデューティモダンウォーフェア3の実況プレイをやっていきたいと思います。武器は MSR です。はい、行きましょう。前回のね、久々に実況をやった時で同様ですね。ニコ生では普段からやってたのですが、また実況となると、サボってた。完全にサボってたので、言います。まずここに抱いて、右にいる敵を倒そうと思ったけど倒せなかった。まだ間に合うか。間に合った。でもってね、ここから、リスが右から来ると言おうとしたんですけども、まだいましたね。やっぱり実況とニコ生って、ニコ生は本当にコメント来た時しか対応しないというか、ほとんど喋らないので、あと歌うか、どっちかなんですけどね。で、実況となると常にね、いろいろ喋って、ね、実況ですからね、やっていかなきゃなんないので、難しいところありますよね。久々にやるとね、何試合もね、実況やってて慣れてるのであれば全然、あれなんですけど、あれなんですよ、あれなんですけれども。今撃てばよかったね。こっちから来るか。いるけどな、向こう行った。後ろだね。なんかいろいろ飛んできてる。あ、ダメだ。あそこは狙えない。Why don't you join us? ネギラーメンさんのね、実況見て、多分結構再生数いってたんで、500回ぐらい。ほとんどの人多分見たと思うんですけど、ね。面白いですよね。あの人は本当に。サーチでね、0404で負けて、で、ね、2試合目ぐらいなんか、打たれた、なんか撃たれたりって、ホワイトジュジョイナスって。ああいうのがすぐ出てくるようだといいですよね、かなりね。やべ、全然集中できないゲームに喋ってると、こんなに集中できないものかってね、思うんだけどもね、もう、味方に強い人いるはずなんだけどね、前回トップのモサがいるはずなんだけど、向こうの画面分割が強いね。さっきの成績とは全然違う。前回ネット中参加だったので、まあ、完全にじゃないですけど、ごめんなさいね。ちょっとこれしか稼げない。それとなんか実況やんないうちになんか滑舌が悪くなったような気が今してるんですけども。気のせいですかね。気のせいじゃないと思うんですけどね、これは。前もっとスラスラ。いけてたような気がするー。あると思います。左、これね、全然予想できないな、これ。ちょっと、ウォーミングアップで何試合かやっときゃよかった。死なないっていうねー。最悪だ。もうトロフィー置いて逃げられた。多分ね、ゴーストもほとんど全然やってないので、ゴーストの実況をね、もうやんないかなっていう、あれで言いますね、今。ゴースト実況やんなくていいんじゃないかって思うんだけど。いいんじゃない。今なんじゃない。敵リスするの。今なんじゃない。こっからね、右横から出てくると思いきやね、左から来るよ、これ。いや、違うな。これね、本当は左、俺追っかけてるから、来るはずなんですよ。で、もう一人右からね。ともいきはまた左から。ごめんね。おーいや。左。右。
イェイ。ダブルキル。ダブルキルからの、これセントリーあるから、これ H 点リスですね。これは典型的な H 点リス。はっ。いない。あれ？あれ？ H 点リスだと思ったんだけど、いませんね。ってことはまだ C ですね。A じゃねえかよ。A じゃねえか、A じゃねえか。で、最近ですね、本当ニコ生とか、ニコ生じゃねえや、もうニコ生がもう口癖になった。なんていうの？ネタ動画。そう、ネタ動画。ネタ動画を出そうと思って、で、今ネタをね、着実とってなんか変だな。着々とネタを集めてますので、旬なネタを集めておりますので、お待ちください。もう少々お待ちください。うん。ほんなら、珍百景に編集してやりたいところだったんだけども、珍百景の編集が、非常に時間がかかるので、あれ、地味にめんどくさいやつなんで、めんどくさいイラーつなんで、これ、思いました。俺だったらそっちから行く。これ、右から出てくると見せかけて本当に右から来るみたいなね。負けたよ。はい、ということで、スコア的には1位なんですけれども、敵の画面分割がね、これラグーンさんいない？これ。敵にラグーンさんがいる。ラグーンさんがいるんだけど。はい、ということで今回の久々の実況となりましたけども、終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。短時間にね、こんだけ喋るのは多分実況ぐらいなんで、はい。なんか、喉が渇きました。ということで、ありがとうございました。引き続きやっていきたいと思います。じゃあ、さよなら。果たしてその光景とは。